トム・オーバーハイム・トーマス・エル・ロイ・オーバーハイムは一般にトム・オーバーハイムとして知られるアメリカ合衆国のエンジニア・発明家であるカンザス・シューマンハッタンにて生まれた。1954年秋にカンザス州立大学電子工学部に入学し音楽や物理を学んだ。卒業後はコンピューターエンジニアとして働きながら音楽家である友人ドネ・エリスの依頼でアンプを制作。 さらに製作したリングモジュレーターが評判を呼び、マエストロというブランドで製品化された。特にヒットしたのは、フェーズシフターであり、3万台生産された。1971年、アープのディーラーとして、シンセサイザー販売を短期間経験した後、その経験、知識とマエストロエフェクターの収益で1973年に、オーバーハイムエレクトロニクスを設立した。 1974年 E、ミューシステムズから、ポリフォニック技術のライセンスを受け、1975年に、初期の一体系ポリフォニックシンセサイザーの一つを開発し、ミディ規格の策定にも参画するなどした実績から、シンセサイザーの生みの親と呼ばれるようになったが、オーバーハイムエレクトロニクスは、コモン弁護士に乗っ取られ、追い出される形で退社した。 1987年マリオンシステムズを設立、赤いプロフェッショナルの12ビットサンプラー a S900 を16ビットにアップグレードするキットや、MPC シリーズのスカジーボードなどを制作した後、アナログ8ボイスシンセモジュール MSR-2 を制作している。MSR-2 開発を持ちかけたのは、当時のカメオインタラクティブである。 1999年シーサウンドを設立している。ありがとうございます。